関美和は日本の翻訳家、ファンドマネージャー、京林大学外国語学部准教授、福岡県田川市出身で、実家はチロルチョコで知られる松尾聖菓慶應義塾大学文学部、法学部卒業後、電通、スミスバーニー勤務を経て、ハーバードビジネススクールで MBA 取得、モルガンスタンレー投資銀行を経て、 クレイフィンレイ投資顧問東京支店長等を務めた。2009年より翻訳を始めて10年間で約50冊を訳した。同じ頃離婚し、シングルマザーとなる。ファクトフルネス。父が娘に語る、美しく、深く、壮大で、とんでもなく、わかりやすい経済の話。ゼロトゥ・ワン君はゼロから何を生み出せるか。ワイヤード氏元編集長、クリス・アンダーソン長。 メーカーズ21世紀の産業革命が始まる等の翻訳を手掛けた。2021年5月に同年生まれで同じくハーバードでであるキャシー松井、村上由美子と共に日本初の ESG 重視型グローバルベンチャーキャピタルファンドのエムパーパートナーズファンドを始めた。ありがとうございます。